スポーツジャストワンをご覧いただき、本当にありがとうございます。この動画の下に、皆様の毎日をブラッシュアップしていただける、素晴らしい朗報もありますのでどうぞ。紀平梨花2019世界選手権フリー試合前の魔物。フィギュアスケート世界選手権2019年3月22日埼玉スーパーアリーナ女子フリー。女子ショートプログラム SP7 位の紀平梨花、16冠大 KFSC がフリー2位の 152.59 点と巻き返したが、合計 223.49 点の4位となった。 SP 首位ダニとはロシアとの 11.18 点差を追った演技は、冒頭に成功させたトリプルアクセル3回転半ジャンプを2本目で転倒。今季6戦負けなしだった国際大会の連勝が止まった。ザギトワが 237.50 点で初優勝した。嵐の後を表現する静かなメロディーが行き詰まった観衆の視線を際立たせた。紀平の心はやるしかない。冒頭 SP で0点に終わった3回転半に3回転トーループをつけて成功させたが、迎えた2本目の大技に失敗。以降はきっちりとこなし、表情でつぶやいた、まあよかった。その理由を、まあは2本目のトリプルアクセルを失敗したこと、よかったは演技全体と説明した。 SP の出遅れで今季初めて最終組入りを逃した。50分後に滑るザギトワの背中を追い、2本の3回転半にかけた。国際連盟公認大会で女子7人目の成功者になったのは16年9月、中2で一躍脚光を浴びたが、11月の全日本ジュニア選手権は11位。3回転半失敗が響き、国内の同世代の中でフリー14位に沈んだ。本当の勝負はシニアから、だからトリプルアクセルを入れよう。将来を見据えて不安定だった大技を押す浜田美恵コーチの声を信じる一方、世界ジュニア選手権の切符を逃した結果には強く落ち込んだ。今も舞台裏で苦労が続く。3回転半を踏み切る左の靴が極端に消耗し、大会中も調整に苦心。ホームセンターで片っ端から5000円分のテープを購入。最後に手にしたのは水道の水漏れを防ぐ銀色のものだった。30分に1本の移動シャトルバスを急遽変更することも多く、濱田コーチは実力を認めるからこそ試合じゃなくその前のことを計画的にやる、ちゃんとすれば必ず結果が見えると今後の課題を挙げた。今季4度の逆転を生んだフリーフライ神話は止まったが、3回転半2本挑戦の決断をそこに悔いはないと言い切った。初めての世界選手権は 70% ぐらい頑張ったかな。でもまだまだ目標はもっともっと高いところ。波のないシーズンで五輪まで行きたい。22年北京五輪へ、ここは通過点に過ぎない。松本浩。みんなの声、紀平梨花さん、逆転が途切れましたね。いつか記録は止まってしまうもの、余分な力が抜けてこれでいいですね。敗因には無駄な不要な悩みが多すぎます。今回も靴の消耗のトラブル、試合前に問題がありますね。水道補修用のテープで間に合わすなんて素人のスケーターが行うことです。ハード的に解決する必要がありますね。新素材を用いたシューズを開発してもらうといいです。いつまでも大会直前に悩むのはもったいないです。余計なことがなくなれば紀平さんの本当の安定した滑りがいつも見られますね。マイナス要因を一つ一つ根本的に解決した若きフィギュア世界女王の笑顔が見たいです。それともう一つ快適な滑りができない原因があります。それは曲選定です。ある意味曲は選手の滑りを支配しているのではないでしょうか。かつて羽生結弦くんが五輪で阿部の生命が乗り移ったような神がかり的な演技で優勝しました。これは曲選定のいい面が出たものでした。
逆に悪く出る重い曲は、誰でもジャンプの失敗を誘発します。過去にはソチで浅田真央さんが重い曲でジャンプを失敗し銀メダルでした。キムヨナは007の曲で金メダルでした。重い曲は選手の体を縛ってしまうような気がします。木平さんにも曲の弊害が出ているのでしょう。曲の演技中の筋肉に与える影響を研究するのが急務です。今回のザキトワ、トゥルシンバイワの曲は軽快でした。ショートもフリーも失敗してこの点数、完璧に演技した時の木平さんの点数はどこまでいくんだろう。アクセルの呪縛とかの文字も目にしたけど、本人が飛びたいから組み込んだのだし、直前で回避可能でも挑んだことに後悔はないのだろう。シニアデビューシーズンの優勝はできなくても、すでに次の大会へのスタート、今後の飛躍に期待したい。木平選手が3位の席に座っている時に、トゥルシンバイワ選手が2位が決定した時に悔しそうに負けたと言っていた。やっぱりメダルを取りたかったんだろうな。来年こそリベンジして取ってください。コンディションに波があるのはギリギリの限界までやっていれば仕方がないのかも。常にベストコンディションでいられるわけではない。人間なんだから次に頑張ればいい。そう思う。月の光の柔らかくスローな曲はリズムに乗りにくいのかもしれないですね。それとアンビューティフルストーム、スケールは大きいけど盛り上がりがどこにあるのかわからない、闇深く暗い曲ですね。次回シーズンは木平さんのスケーティングに合うかっこいい曲を選曲してほしいです。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。